皆さんこんばんは。どうもサマジョです。突然ですが、私最近すっごいモヤモヤしていることがあります。それは結婚についてです。そうなんですよ皆さん、皆さんもご存知だと思うんですけど、ライブとかその動画とか、まあ、日常生活でもそうなんですけど、サマ主に結婚の話をすると濁されるんですよ。そうだから、あの人本当に私と結婚する気あるんですかね。もうそこが最近本当にモヤモヤしてて、ねえ、ほたね、サマ主全然言ってくれんよね。男ならさ、ストレートにさ言ってほしいのに、どうも女として。どう思うほたね。男側から見て3文字どう思う？もうなんか本当に結婚する気あるんかなって疑ってまうよね。ねえ、どう思います？っていうのを今回ちょっと本当に結婚する気があるのかっていう意思を確認したいんですけど、多分直接言ってもまた濁されると思うんですよ、私の予想です。はい、ということで今回は本当に結婚する気があるのか心理的に探っていこうと思います。もう一回いきます。ということで本日は結婚をする気があるのか心理的に探っていこうと思います。その検証、心理的な検証は、私とその主が好きな YouTube チャンネルのとったびチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、そこの、あのカップル、あーちゃんとこうちゃん、あーちゃんが彼氏のこうちゃんに本当に結婚する気があるかっていうのを仕掛けてるんですよ、同じ方法で。その方法を使って今回サム主にも仕掛けて探っていこうと思います。で、なんかどういうふうに、まあ、分かるかって言ったら、本当に結婚を考えてるカップルって、私たち今3年付き合ってるんですけど、その3年間の思い出をしっかり覚えているらしいんですよ。だから、どのぐらい覚えているのかとか、本当に、この私たちの3年間の時間を大事にしてくれてるのかっていうのを、早速、検証行ってみようと思います。では、その主が帰ってくるまで、少々お待ちを。そして、レッツゴー。はい。あ、サムちゃん。ただいま。おかえり。ただいま。おかえりなさい。どういう状況？おかえりなさい。アイス買ってきて。ありがとう。あ、ちょっと待ってね。動画？動画。すいません、すいません。はい。こちらへどうぞ。はい。座ってください。座るべ。はい、座ってください。どんな企画？ある質問をしていこうと思います。ほう。その質問に怖い、ね、答えてください。財布何よ、早くしてよ。
いいですか。はい。じゃあまず一つ目。はい。え、急に？今から私が二人にの思い出、うんうんうん、今まで3年間過ごしてきた思い出の質問をするので、うんうん、その問題に答えてください。うん、なるほどね。いいですか。クイズね。クイズ。よし。まず1問目、はい、付き合ってから私がサボ主に初めてあげたお土産は何？初めてあげたお土産？お土産スヌーピーの、うん、あのピン止めるちっちゃいぬいぐるみ。正解。合ってる合ってる。怖いな、これ何だか怖いな。合ってた。よし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 、まあ、記憶力いい方や。ここからもう少し慣れるのが高くなります、うん。2問目、初めて2人が喧嘩した日。喧嘩した日、私と友達がお互いに泣き合って喧嘩した日に作った料理は何でしょう。多分それで、それが喧嘩の内容の勃発の一つ。あれはね、うん、寝て起きてるのやつ。そう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 、そう、その、あの、そのシチュエーションとエピソードは覚えてるんだけど、うんうん、作った料理をでも何かを買いに行こうって言ったんやけど、そう、私がサムとか寝ちゃったんやって、うん、で俺がそうで起きて、うん、起きたと買いに行こうねって言ったら、やっぱ一人で買ってきてみたいなことを急に言って、うん、こいつやべえなと思って。だったら俺先に買いに行ったしって言って怒ったやつだろ、うんうん、そのエピソードめっちゃ覚えてる。その時に作った料理二択なんだって俺の中で。何？二択。カレーライスか、サーモンのホイル焼きのどっちかね。はっ、全然違う。え、違う。僕なんかこれやばいな。なんでしょう、油買ってきたもん。油買ってきてって言った。油が欲しかった。片栗粉買ってきて。あと片栗粉って言っても唐揚げやけど、サムジョの唐揚げは小麦粉やから違うんだよな。多分唐揚げ。唐揚げです。その当時は片栗粉で唐揚げしとったの。いや、片栗粉か分からんけど、片栗粉とか、片栗粉と片栗粉一緒。小麦粉。これは何の企画ですか。マジで何の企画ですか。これあのサムネシも知ってると思うけど、うん、とったびチャンネルの、はいはい、あ、とったびさんね、うん、結婚をする男性とかは、うん、思い出を覚えていると。はいはいはい。あ、俺もそれなんか見た気がするな。覚えている、うん、かどうかを検証するけど、直接聞いてもに濁らされるから、検証心理学ということで、まあ、本人に思い出を覚えているかどうかを聞くという。あ、その企画ね、企画でございます。あ、なんだっけ、これ覚えてたらいいよな。そう、覚えてたらいい。覚えてたら本当にこの人と将来を共にするっていう意思があるみたいな。あ、それを知りたい的な。ホタちゃん、追い詰められてます。追い詰めてはないよ。最大のピンチ。いや、ピンチじゃないよ、ちょっと失礼な。だってこれ俺あと2問正解せな、これ。愛がないみたいな感じでメンヘラサモジョ発動するよ、これねえ、サモちゃん。でもまあ、僕、愛はあるもんね、さんちゃん。それはこれで証明してください。じゃあ、残り2問いきますね。はい。3問目。はい。1ヶ月記念日に行った場所はどこでしょう。これはやばい。これはやばい。これはやばいけど、多分、スヌーピーで。正解。よかった。
ちゃ考えた1ヶ月記念はみたいな、8月8やから夏で多分あの暑い中行ったイベントはあれ一つってねえなみたいな。なんかありがとう覚えてて。覚えてるよ。案外イージー問題ですこれは。本当？いやでもいや嘘やな。1ヶ月かどうかはちょっと定かじゃない。最後です。3文字猫を飼い始める前に、うん、あの猫飼ったら当分遠出できないねっていうで、飼う前に最後に行ったポイントはどこでしょう？これはねちゃんと覚えてます僕は、はい。レンタカー借りました。はい。ねレンタカー借りて三重県の方に行ったやつ。あの名前は大江戸温泉じゃないな、なんか温泉でしょ？そうそうそう、うん、温泉とあとあそこ大何だっけあのマグロ、そうそうマグロレストラン、そうそうそう、うん、です。正解、素晴らしい、全問正解でございます。あでも課題が間違ってた。おめでとうございます。そうやったな。料理はすごい、えありがとう、なんかちょっと嬉しい本当、うん、でもまあまあまあ割と、はい、ということでちょっと待って待って待って、終わらせる。俺はこれは知ってるぞ、確か。だって司会しなあかんの、これ。はい、では皆さん、ありがとうございます。ちょっと待って、司会しや。結構いっぱいあるなぁ。そうなんです、写真とか全然撮らないでしょ。え、でもあの、LINE のアルバムにあるから。いや、LINE のアルバムで終わらせんといてよ。保存してよ。え、でも今、証明したやん。記憶は？思い出は？全部ここ。第1問。じゃじゃん。ここはどこでしょう？一番最初に住んでた、付き合った時に、うん、行ってた花崗山の、そう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 、スタバの、なんか外、2階の外。正解。これ緊張する。これどこ言われてさ。これ緊張する。はい。第2問、はい。これなんですけど、うん、嫌な思い出があります。さて、なぜ、サモジョは、僕に、激おこぷんぷん丸だったでしょう。サモンチがバスの時間を一歩乗り遅れて遅刻してきて、そう、ね、私がめちゃくちゃ怒ったっていう時に行ったカフェ。あの本当に目の前で発車して行っちゃったんですよっていう風に真面目に LINE したら、私と遊びたくないのみたいな、ね、そっちの方に捉えたよね。全然この人デートする気ないじゃんみたいな。でも本当にあとちょっとだけ。じゃあ僕は今のところどうなの？結果。結果はですね、良好でございます。良好でした。良好でした。で、ただ本当に結婚する気があるのかと私は疑っていました。あー、なるほどね。いやでも、なかったら住んでないよ。まあそうだね。うん。やし、なんか、いや、まあこういう動画で、なんかそういう風なのは、僕は言わないけど、うん、僕は閉めちゃっていいかな、わからんけど。温かい目で見守ってくれればと思います。なんか動画でバーンは言わないよ。そうだね。動画でバーンはだって、嫌って言うやん、サモン。嫌だ。ね、それは嫌だっていう話でしょ。うん。いやだけど、うん、全然ないから。まあでも今回のね、伝わったよね。伝わった。伝わったよね、うん、ちゃんと覚えてるし、ちゃんと、うん、記憶はちゃんとありますよ。うん。うん、サモジとホタネ好き好き、そればっかりじゃないよ。うん。わ、うん、かった。ちょっと安心しました。はい。ご安心ください。私たちのカップルは、まだ大丈夫です。まだなの。まだ大丈夫です。いい？こんな感じで。じゃああとは編集お願いします。はい。これあれ？サムジョンチャンネル？うん。あ、うちのか。うん。ファンが多いのはやっぱそっちやし、気になっとる人が多いの。あ、まあまあまあ、よくコメントで聞かれるもんね。うん。うん、そうですね。皆さん。はぐらかしてんじゃねえよとか、サムネ釣りだとかね、そうだ、うん、はぐらかしてんじゃねえよ。もちろん未来は考えてます。
ていうことです。はい。だけど、それはね、こう楽しみにしてた方がいいんじゃない。ニヤニヤしちゃう。いいんじゃないですかね。はい、そうだと思います。ということで、いや動画でねここまで言うのはちょっと僕も恥ずかしいから。はい、はい、ということで、皆さんまたそういう報告があるときはそういうことなので。はい。それは報告があったらそういうことな。はい。お願いいたします。お待ちください。温かく見守っていただければと思います。サムちゃん、温かく見守ってね。ホタちゃんも温かく見守って。そんな心配せんと。はいね。サモ主。思い出はしっかり覚えてるタイプだったよ。思い出は和って言わん方がいい。思い出をしっかり覚えてるタイプです。怖いね。あの人怖いね。怖くないよ。怖いね。まあでもチョコレートアイスクリームかぶってくれたからよそう。すべてはアイスです。レイテちゃん、なあやっぱりな、こうな、ねえアタちゃん、女同士な、やっぱりそういうこと気になるね。ほら気になるって。うん？気になるって？気になるって。気になるね。私は気になるよ。